はい、こんにちは。こんにちは。尊敬する山口代表をはじめ、公明党連盟の皆様、本日このようにして皆さんと一緒に会すことを歓迎嬉しく思います。2007年の11月に山口代表は、中日与党の交流機構に関与していくため、ぜひも訪問されたときには、私はその時ちょうど次に行ってみてしまったばかりの時期でしたが、日本からの初めての代表だとして、その時に先生を迎えいたしました。その当時のことは、いまだに大変記憶に新しいものであります。昨日の宴会においても、現場にかかりまして、本日、このようにしても、古い友人として、また、苦難をしていきますことを願っておきます。国民党の長期以来、一直致力于国民党的发展。公明党は長期にわたり、中日、関係の発展に尽力を重ね、自分の大きな、重要な役割を果たしていく、重要な貢献を果たしました。このことを、私は高く評価をしたいと思います。この度のこの習近平閣下の訪日を心から歓迎を申し上げたいと思います。日烈欢迎习近平国家副主席的访日。2年前に北京でお会いさせていただきまして、この度また東京で再会をできましたことを大変嬉しく思っております。2年前我和您在北京见面，那么今天能够在北今日はその時の思い出の写真を持ってまいりました。後で思い起こすが参考にしていただければと思います。結果としてこの会見が実現をした、そしてこれが日中友好をさらに増進するために、有益であるということを期待をいたしております。その上で、このルールにつきまして、政治利用であるという一部の批判があります。そういう疑義を招かないようなそのルールに対する共通の認識を作り上げて、政府として、その方法あり方について説明をしていく必要があると思います。一つはその政治利用を避ける、そしてもう一つはやはり陛下の健康を損なわないという陛下にあるということです。ですからこの問題のあり方というのは、その両面を考えて固定的な問題がある必要がないと思いますが、しかし周到な慎重な配慮が必要だと思います。今日の決策について、今年の間は決定しないという方針で行いましたが、代表の説明をお願いします。これを確たる展望を持って、先送りをしたのかどうかというところは定かではありません。やはりこの普天間基地に対する危険というものを早く取り除くということが問題の出発点なんですが、それに沿った政府の積極的な対応というものが国民に発せられる必要があると。その点が明らかでないというところが、国民は本当かしらという。それと同時に、これは日米間の合意というものが基礎になっている。そして、沖縄県も賛同して、この合意が作られました。ですから、それを今の政府の側の事情だけで動かすのかどうかというところも、最大の信頼の関係を